オスカル・アルフレード・ガルベスはアルゼンチンのレーシングドライバー。彼の伝記を書いたジャーナリスト、ペドロ・フィオーレは彼に愛称エル・アギールーチョを与えた。彼は1953年の F1 世界選手権第一戦アルゼンチングランプリに参加し2ポイントを獲得した。彼は大変人気のあったドライバーで弟のファン・ガルベスと一緒にツーリスモ・カレテラで活躍した。 アウトドローもオスカル・アルフレード・ガルベスは彼にちなんで解明された。1934年21歳でオスカルは弟のファンと共に古いホードティー型を買った。彼らは車嫌いの父親から目を遠ざけるため、それを友人のところに隠したが、車に対して唯一の情熱を発見した。まもなく二人は自身の自動車メカニックショップを開業し、 インターシティレースで使用するフォード35を準備した。ブエノスアイレス、ロサリオ、コルドバ、サンタフェで行われたレースで、ガルベスは平均時速1 1 9キロメートルの速度を出し、第1ステージで6位につけその名が全国に知れ渡った。しかしながら、第2ステージでは彼の車はライバルのレベルにはほど遠く、結局参加を取りやめた。 彼は、プロダクションカーでのツーリスもカレテラへ転向し、アルゼンチンの象徴的ドライバーである、ファンマヌエル・ファンジオのライバルとなった。ガルベスは1947年に最初のタイトルを獲得し、結局ツーリスもカレテラでは169戦に出場、そのすべてでフォード車を使用、43勝を挙げて5度のタイトルを獲得した。ガルベスは1949年2月6日に、 開催されたフォーミュラリブレのレースで、アルファロメオ308をドライブして、ファンジオに先立ち、コパエバペロンを獲得した。ガルベスは、その後、ヨーロッパで活動するために、アルゼンチン政府による財政支援の提供の申し出があったが、ファンジオやフロイラン・ゴンザレスとは異なり、独裁者からの支援を拒否した。ガルベス兄弟は、アルゼンチン国内での活動を続けた。 1953年1月18日、アルゼンチン史上初の F1 世界選手権が、ブエノスアイレスで開催され、オスカルも参戦した。彼は、マセラティのワークスチームで、A6GCM を、ドライブ、カンジオ、ゴンザレス、フェリーチェ・ボネットと、チームメイトとなった。レースは9番グリッドからスタートし、アルベルト・アスカリが優勝したが、彼は5位に入った。 ゴンザレスは3位に入った一方、ファンジオとボネットをリタイアした。ガルベスは2ポイント獲得し、シーズンではランキング15位となった。15日後、彼は最後となる F1 レース、ノンタイトル戦のグランプレミオナインシューダードでブエノスアイレスに参戦。ゴンザレス、ボネット、ファンジオと共にマセラティのワークスマシンをドライブした。レースはジュゼッペ・ファリーナが勝利し、彼は 同一集会で6位、ゴンザレスは4位、ボネットは7位、カンジオは9位となった。ガルベスはもはやホーミュラ1をドライブしなかったが、ホードでの競技に転向した。1963年に弟のファンがレース中の事故で死亡、オスカルは競技の継続に疑問を抱いた。翌64年、彼は引退を決意した。オスカル・ガルベスは、水臓癌を患い、 1989年12月16日に、サインシドロで76歳で死去した。死の直前、ブエノスアイレス市政府は1952年に建造されたブエノスアイレスサーキットを解明。イゴドーサーキットは、アウトドローモ・オスカル・アルフレード・ガルベスと呼ばれる。ありがとうございます。